ちゃんとおかしいなと、情報怪しいんじゃない、このデモと本当に正しいの、それ一方的に言ってるんじゃない、騙そうとしてるんじゃないっていうことをちゃんと理解しておくってことは必要かなと思います。どうもこんにちは、小田です。今日はですね、日本人が知らされていないこと、そして知った方がいいことというテーマでお話をしていきたいと思います。最近やっぱりなんかメディアが怪しい雰囲気してませんかね。なんだかいろんなものが出てきている、もちろん政治も含めてですね、なんだか変なスキャンダルがボン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 出てきたよという感じがいたしますが、皆さんどうでしょうか。このメディアのいろんな問題に関して僕はもうずっと研究してきたんで、やっぱりこれが出てきたなっていうふうに思ったわけなんですけれども、ただですね、やっぱり人口の8割ぐらいはやっぱ絶対正しいのはテレビって思ってるんですよね。だから僕もたまに言われるというか、周りの人もこう言われるみたいで、あなたテレビ見たの?みたいなねことをよく言われるらしいんですよ。このチャンネル見てるような人っていうのはテレビとは違う話を僕は結構してますので、話がこう合わなくなってるっていうことが結構あるみたいでですね、テレビちゃんと見た方がいいよって言われるんだけれども、でもですよ、最初にお伝えしましたように、テレビってそんなに綺麗なメディアだったかなっていう感じがしますよね。この昨今のニュース見てますと全部隠蔽してたんですよ。あるスキャンダルとかいろんなこと全力で局を挙げて隠蔽してたんですよ。そういうなんかスキャンダルな話だから、まあスキャンダルごととかはそうなんじゃないかというふうに、まあみんな思うわけなんですよね。でもスキャンダルごとだけではないんですよ。要するに暴力に屈しない、剣は剣よりも強し、権力に屈しないというメディア精神というものがそもそももう欠如してるっていうことを私たちは認めないといけない。それはなぜかというならば、戦争が始まろうとしてるからなんですね。あるいは戦争という問題が私たちの目の前で起きていて、そこで情報戦が行われていて、私たちはそこに対してですね、ちゃんとしたメディアリテラシーを持たなければ危険になってくるということです。あえてこれは言わないんですけれども、メディアリテラシーが本当に問われているわけなんですね。これ分かりますよね。それ以外にもいろんなところで本当にテレビを信じていいのかというところは、これからもどん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 出てくると思います。なので芸能のねスキャンダルだけではなく、あとは政治のスキャンダルもそうですね、もう全部なんかもう本当にあの力技で隠蔽してきたんだなっていうことがよくよくわかるじゃないですか。だからまあ本当にここに関して僕は茶化して言ってるつもりではなくって、真剣に考えなければ、もっと大きなものが出てきた時にですね、もう本当に全部ごまかされますよ。本当に戦争なんかになった時に誰も逆らえないんで、戦争という悪魔が出てきた時にこれは誰も逆らえないんですよね。だって危ないから、死が関わってるからですね。そうするともう全員従うようになります。でその中で正気を保ってられるのかっていうことは、やっぱりメディアっていうのは怪しいよねという最低限の前提を持たないといけないからだと。私自身はこれ20代の時から、まあ、テレビって全く信用できないなと思ってたんです。でそれは一体なぜかと言いますと、私沖縄の人間じゃないですか。沖縄のニュース、沖縄って米軍基地があるんですよね、まあ、そこでですね、まあ様々な大変な暴行事件が起きるわけで、大体ね、あの季節に1回ぐらいあの殺害とかね事件みたいな感じで起きてニュースになってるんですよ。知ってました？そういうのが結構普通にあるなんだけれども、ニュースで流れないじゃない、流れませんよね。でそんなものないよみたいな感じになりません？だから僕は20人上京した時にそういうニュースはまあ当然ないわけなんですよね。でも地元にいたらやっぱりそういうニュースが定期的に流れるから、やっぱり基地って良くないよねって思うわけですよ。なんだけれども、その基地問題闘争みたいなものがその当時起きたわけ。10万人がある公園に集まって、もう基地なんとかしろよっていう闘争が起きたわけですよ。でもそれ沖縄のメディアでは結構報じられてたんですけれども、その時ですね、もう日本のメディア一切論じなかったんだよ。すごくない？10万人がやってたのに一切沈黙。地元のニュースと東京に住んでた時に行われてたニュースっていうのが全く違うんで、どこでこのニュースやるみたいな。僕は地元だったんでこれおかしいよなと思ったわけですよ。で情報はね普通に出てきてるけど、結構大イベントじゃない？10万人集まるんですよ。だけどそれに関して一切沈黙。もう怪しいと思いました。そしてまあ、ちょっと取り上げられたんですよね。そしたら沖縄県民はとりあえず黙っていただきたいって書いてあった。黙っていただきたいですよ。
どこの新聞とは言いませんけど、黙っていただきたいって何様だと思ったわけです。しかも大して取り上げてもいない、それで黙っていただきたいと新聞の主筆が書く、これは何なんだと思ったわけです。だからその時から僕はメディア不信が始まってるわけなんですけれども、さらにですね、もうちょっと言うと、私フランスに留学するじゃないですか。でフランスに行ってもですね、やっぱりフランスのニュースって全く伝わらないんですよ。同じ構造なのね。同じ構造で、フランスっていうとやっぱり日本人にとってはね、おフランスみたいな感じで、パリって言ってね、そんな感じで綺麗なフランスみたいなね、全く現地行ったら違いますからね。半分ぐらいはブラックの人なんで、しかも汚いし、日本の方が衛生観念高いんで結構綺麗なんですよ、日本の方がね。であとはやっぱりですね、人種問題がたくさん起きていて、そこで暴動とかも平気で起きてるんですよ。そこでいろんなデモとかいろんなことが起きるんだけれども、それに関して日本の報道っていうのは、まあ、本当に偏ってて、情報の操作にも操作を重ねてるんですよ。まともな報道がなされてるっていうことが、少なくとも僕が20年前からなかったんです。僕は現地に住んでたし、現地にも行ったし、そしてそこの研究やってたんで、何なんだこれはと思ってた。完全にメディアっていうのは、何かに都合がいい情報を何かの利権のために流してるっていうのが、まあ、その時僕は20代の時よくよく分かったわけなんですよ。そして、まあ、そこからさらに 9.11 とかいろんな情報をいろいろ調べていくと、やっぱりそうだよなみたいなことがあって、まあ、20代の時に、まあ、ある種今でいうところの陰謀論的なものっていうのは全部勉強してたんですね。中東のテロの話だって、僕中東人の友達いる、北朝鮮の友達いる、だからそういうところにいたんで、そういう研究やってたんで、いるんで、その内実聞いてたら、テレビが言ってることが全部おかしいっていう話なんですよ。言ってる側の立場が違う、もちろんね、立場が違うっていうのはあるわけじゃない。だけど真反対のこと言ってたりするんで、だからまあ優等生ずらしたい人はですね、そっち側の強いもの、ジャイアンの言うことを聞いていれば、へへん、お前らダメだろうというふうにスネ夫になれるわけなんだけれども、それ今やってていいってことなんですよ。簡単に言うと、今ジャイアンが滅びようとしてる時にスネ夫になっていいのかって話なんですよね。で、卑屈なスネ夫になっていいんですかって話なんです。この問題っていうのは結構重要だと思いますよ。今ジャイアンが滅びようとしてます。要するに今アメリカが大変なことになっているんです。アメリカの世論は少なくとも二分しています。ちゃんとアメリカのニュース読んでれば分かります。完全に二分されています。どういうことかというと、本当にね、戦争したい側とそうじゃない側がいるんですね。民主党に関しては何て言ってる人がいるかっていうと、戦争政党っていう人もいるんですよ。そういう人もいるぐらいで、それがちゃんとしたムーブメントも起こしているので、世論として戦争反対っていう論調は結構あるんですよ。でも日本ってそういうのって怖いから言えないじゃない。いや、アメリカ様が戦争するんだったら、私は核の下にありますので戦争には従いますって話なんだけれども、で全員がそういうムードになってるわけじゃない。でもアメリカはアメリカでもうすでに分裂してるんです。あなたはやりたいですか、まあ、分かりませんけれども、まあ、やった方がいいって話になっちゃうんですよ。上司の言うことは聞くみたいな感じでね。でもそこで巻き込まれて本当にいいのかと。アメリカですら一枚岩ではない。アメリカですらもう世論が二分されてるんですよ。経済大変な状態の中でさらに戦争やってジャブジャブして、まあ確かに戦争関係の人たちっていうのは潤うわけなんだけれども、そうじゃないところって大丈夫なのみたいな議論を、真っ当な議論なされてるんですよ。なんだけれども、やっぱり日本っていうのは軍事力がもともとないっていうところもあるので、そこに関してはもう盲目的に従わざるを得ないんですよね。そこの議論がどん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 これから展開していくということが予想されます。なのでアメリカは二分されてるんですよ。メディアによっていろいろ言ってること違うんです。最近本当に論調変わったんで、でこれ多分アップトゥーデートで今情報をちゃんと取ってない人にとっては、全部のアメリカがウクライナに関して賛成してるっていうふうにみんな思ってるわけ。そして日本人のメディアも そう思ってるじゃない。だけどそれやめた方がいいっていう議論なんかたくさんあるし、それっておかしいよねっていう議論もたくさんアメリカではあるんです。にもかかわらず日本のメディアになってると、ウクライナ頑張れ、ウクライナ頑張れ、それしか言わないじゃない。これおかしい話なんです。なのでここに関しては皆さん怪しいなと思ってる方もそうじゃない方もですね、やっぱり客観的にデータをしっかりと見ていくっていう癖をつけなければいけない。信じるっていうもう時代はもう終わったんです。昔は信じてたわけ、もう信じてついてったらやばいっていう世界なんですよ。でこれは日本でも同じで、そこについてったら健康問題も含めていろんなものがやばくなっちゃうよってことですね。80年前戦争の時に、はい、日本軍は勝ってます、神の国ですって言ってたよね。そこについてったらマジやばいってことがあるわけなの。それはしょうがないよ、僕はそれを否
定するつもりはないけれども、でもそこに巻き込まれて命まで失ったら本当にいいんですかって話なんですよ。で、今そういう論調でこの情報戦がずっと繰り広げられている。日本軍勝ってます、日本は鬼畜米を倒さなければいけませんというようなあの流れで、例えば中国は危ないから中国を叩かなければいけませんみたいな世論が出てきた時に、ちゃんとおかしいなと、情報怪しいんじゃない、このデモと本当に正しいの、それ一方的に言ってるんじゃない、騙そうとしてるんじゃないっていうことをちゃんと理解しておくっていうことは必要かなと思います。はい、ということでちょっと話が多岐にわたってしまったんですけれども、まあ、結論としましてはですね、メディアが言うことを 100% 信じてはいけないということでございます。で、 100% 信じるか信じないかという二択ではなくって、本当に疑わしいと思ったならば、やっぱりそこには裏があり、その状態の中でじゃあ論証的にちゃんとデータを積み重ねていって、あ、これは怪しいっていうふうにちゃんと言えなければいけないってことね。もう相当メディアっていうのは洗脳が上手ですので、それに対して論破できるような情報を掴んでいくということが非常に重要になると思います。まあ、このチャンネルではですね、まあ、こういった話を時折しておりますので、まあ、ぜひですねチャンネル登録をしていただきまして、まあなんか怪しいなこのニュースって思ったらですね、私必ず大体解説してますので、ぜひあのご覧いただいて、そしてまあ思考のね条件を整えていくっていうこと、情報がなければあのもうテレビだけしかなければですね、あの正しい形で判断ができない、そしてそれテレビで言ってないけどみたいな反論にですね抵抗できないので、ぜひですねそれを論理的に見ていくということをしていただければなというふうに思っておりますし、そのヒントになるような話をしておりますので、まあ、ぜひチャンネル登録お願いいたします。そして面白いなと思っていただけた方はぜひ高評価ボタンを押していただけるとですね、このチャンネルが他の人が見る可能性が上がりますので、ぜひ高評価で応援していただけると幸いです。はい、そしてですね最後に概要欄の方にですねサバイバルセミナーというものをプレゼントしてますので、まあ、そちらを見ていただくとですね、世の中のからくり、なぜこんなことが起きているのか、メディアが怪しい理由など諸々がですね話として頭の中で筋でつながるようにできてますので、ぜひそちらもご覧いただけると幸いです。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次のビデオなどでお会いできることを楽しみにしております。それではまた、ありがとうございました。